生姜の根の皮を剥いたディルドフィギングとは皮を剥いた生姜の根を人間の肛門や膣に挿入して急性の灼熱感を引き起こす行為である。歴史的に懲罰だったが近年では SM プレイの一つとして行われている。フィギングという用語は19世紀のフィーギングという言葉に由来している。この体罰の方法は古代ギリシャの女奴隷に対するしつけの一形態として 最初に使用された。犠牲者は、拘束具で拘束されたまま苦痛が大きくなっていった。生姜は皮を剥いて、アナルプラグの形に彫られて挿入されると激しい、灼熱感を引き起こし、犠牲者に耐えられない苦痛を引き起こす。効果は挿入後2から5分以内に最高潮に達し、約30分間持続した後、徐々に緩和されていく。生姜は使用後さらに皮を剥いて、 再使用することで苦痛を再生することができる。生姜の根を新しく剥くたびに犠牲者の苦痛の持続時間が更新されていく。挿入されている人が肛門の筋肉を引き締めると感覚がより強くなる。このため尻の食い縛りを禁止するために無チ打ち系で使用されることがあった。犠牲者は肛門の灼熱感を増しながら無チ打ちに応えるか。 尻を緩めて、むち打ちの苦痛を強くするかの選択を迫られる。ありがとうございます。